ようこそトトラボラトリーへ所長の60です日本時間の10月30日午後11時からアップルの新製品発表会がありましたそこで発表されたものというのはですねまず一番の目玉が iPadPro そして MacBookAir ついにアップデートされた MacMini この3点でした残念ながら iPadmini は発表とはなりませんでしたこの3つの中から今回は MacMini について考察したいと思いますよろしくお願いしますそれでは見ていきましょうか MacMini なんですが 前のモデルが発売されたのが2014年ということなので約4年となりますそりゃその進化はミニじゃないでしょう4年ですからねモデルチェンジの頻繁な PC 業界において4年もほったらかしということ自体が異常だと思いますあとパッと見外観から言うと色の方がシルバーからスペースグレーになりましたこの辺の関係で Mac mini Pro という噂が出たのかもしれませんね それではを見ていいいきたいと思います CPU の方が第8世代の6コア及びクワッドコアプロセッサーとなってますあとメモリーの方が最大 64GB まで積めることとなりましたあとはサンダーボルト3が搭載されたのとあと HDMI2.0 もついてますねそれからイーサネットの方も 10GB に対応するようになりましたあとですねフラッシュストレージの方が最大 2TB まで積めるようになりましたこの辺はさすがに 今時に合わせたっていう感じもするんですが残念ながら GPU は搭載してません多分スペース的に問題があったんじゃないでしょうかね GPU をつけると放熱の問題とかでかなり難しいんじゃないかなと思いますそういう意味ではデザインをもう一新してもう少し厚みをつけて GPU を搭載してほしかったなと思いますそしてですね裏面ですね以前のモデルに比べるとだいぶ変わりましたまずサンダーボルト3が 4つついたのとあと USB3 もちゃんと2つついてますあとヘッドホンと HDMI バージョン2.0それからイーサネットですねイーサネットの方は 10GB にも対応となってますあとですね今まであった SD カードスロットは廃止になってるみたいですねそれから GPU を搭載しなかった代わりに eGPU と接続ができるようになってますただ eGPU は結構 値段が高いのでこの辺はどうなのかなという気はしますそれではですね気になる値段を見ていきましょうまずは一番ミニマムな仕様から見ていきましょう CPU の方が 3.6GHz のクアッドコア第8世代インテルコア i3 となってますこのコア i3 っていうのは今時どうなんだろうという気がしますよねせめてコア i5 にしてほしかったですそして メモリーが 8GB の DD4。それから GPU は搭載してなくて、Core i3 内蔵の Intel UHD グラフィックス630となってます。この630っていうのは性能的に言うと GPU だったらどの辺になるんでしょうね。ちょっとこの辺分かんないで。分かる人がいたらコメントに書いてくれると嬉しいです。そしてストレージの方が 120GB の SSD となってます。それから Gigabit の Ethernet。 ですね、お値段の方は8万9800円となってますうんまあこうしてみると Corei3 でこの値段っていうのはちょっと高いかなと思いますねメモリも8ギガですしあと SSD も128ですからねうんちょっとお高いかなっていう気がしますそしてですねフルスペックのモリモリ仕様にするとこんな感じになります CPU の方が3.2ギガ6コア第8世代の Corei7 そしてメモリーの方が 64GB の DDR4 それからフルスペックの方でも GPU は搭載されずにインテル UHD グラフィックス630となってますそしてストレージの方が 2TB の SSD イーサネットが 10GB となってますそして気になる値段の方なんですけど46万3800円となってます高いっすねこれこ。れ どどうううななんだろうな macbook mac pro とととかか i 比べてどうでしたっけちょっともうあの辺ね買う気がなかったんで全然覚えてないんですけどうんその辺と値段そんなに変わらなかったような気がするんですけどねうん GPU さっきも言ったんですけど GPU が付いてなくてこの値段っていうのはちょっと高いかなっていう気はしますあとと apple の場合メモリーとか ストレージを大容量にすると一気に値段が跳ね上がるんでこの辺はちょっと困ったもんですよねメモリーを16ギガに抑えてればかなり抑えられるとは思うんですけどあとストレージなんかもね512ギガバイトぐらいにしとけばもう少し抑えられると思いますそれではね次はね自分が買うとしたらどういう仕様にするかっていうのをシミュレーションしてみたいと思いますそしたらですね 自分がおすすめする Mac mini の仕様をカスタマイズしたものがこちらとなります CPU の方は Core i7 そしてメモリーの方は 16GB あとストレージの方が 256GB でイーサネットの方はギガビットにしてますまあ 10GB のイーサネットを使っても他の方のねターミナルとかが対応してなかったら全く意味がないのでこんなもんでいいのかなと思ってますそして値段が166,800円となってます まままああここうしてみるととん、まあ、んなもんかなもか思います理想を言えばですねメモリですねメモリを32ギガにしたいんですけどそうなると一気に4万円上がっちゃって20万超えちゃうんですよねこの辺をどう判断するかということになりますこのまんまで使えるんだったら問題ないんですけどこれにいい GPU を 追加でで足すととななるさらにお高くなってしまうのでね意外とねあの eGPU もビデオボードから比べると結構お高いのでこの辺をどうするかっていうところですねうーんでこれでですよ自分の場合ずーっとね MacMini が欲しいなと思って新型が出るのを待ってたんですがこの値段だとうーんちょっと考えちゃいますよねもうこれだったらタワー型の MacMini を中 ヤフオクとかで買ってそれをカスタマイズした方が安上がりで幸せになれるんかもしれないなと思ってますとりあえずねまだ発売は11月の7日なんでその後にいろいろベンチマークやら出てくると思うんでそれを見て検討しようかなと思っていますというわけで今回は簡単ですが Mac mini について考察してみましたいろいろとね結構これについては待ってた人もいると思いますし実際がっかりした人とかね 買ううぞっていいい人もいると思いますもしよかったらコメントの方にご意見を書いていただけると非常に嬉しいです。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。